こんにちは、徳島ヴォルキス勝利への道です。この動画を見れば、今節の徳島ヴォルキスの試合内容がわかります。最後まで見てください。この試合、山口の猛攻を徳島は全員で必死に耐え抜き、1対2で試合終了。徳島は勝利を収めました。それでは、徳島ヴォルキスとレノファ山口の試合を解説します。試合の序盤から徳島が優勢に進めましたが、なかなかシュートまでつなげられない状況が続きます。しかし、28分に渡里選手が見事なゴラッソを決め、0対1と先制します。後半も徳島が主導権を握り、トランジションで素早くボールを前線に送り、山口を圧倒します。53分にはブラウンノア選手が PK を獲得し、これを確実に決めて0対2に。徳島がこのまま優勢を保つかと思われましたが、57分に青木選手がレッドカードを受け退場となり、数的不利に。これを機に山口が攻勢を強めます。82分、山口の川野選手がクロスに頭で合わせて1点を返し、1対2となります。試合終盤、山口の猛攻を徳島は全員で必死に耐え抜き、1対2で試合終了。徳島は勝利を収めました。この勝利はまさにチーム全員で掴み取ったものでした。数的不利になる前は、トランジションで優位に立ち、攻撃を前へ展開できていました。この勢いを今後も継続してほしいですね。皆さんはこの試合、どう感じましたか？コメントでぜひ教えてください。高評価、チャンネル登録をお願いします。コメントも書いてもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。